楽天楽天株式会社楽天はインターネットサービスを展開する日本の IT 企業。創業時は EC モールを中心とした事業体であったが現在はオンライン株式販売やクレジットカード等の金利、手数料収入がグループ営業利益の過半数を占めるオンライン金融事業者でもある。その他各種のオンライン事業を手がける。 インターネットショッピングモール、楽天市場や、総合旅行サイト、楽天トラベル、ポータルサイト、インフォシークの運営その他、EC サイトの運営を行う。グループ会員は9、977万人。2000年のジャスダック上場以降、積極的な M&A により、事業を拡大し、楽天グループを形成している。楽天株式会社はその中核企業である。 グループでは大きく分けて、以下の3事業を展開している。この他にも MVNO、楽天モバイルやエネルギー事業、楽天エナジーにも参入している。2015年6月22日より、グループ企業を集約し効率化を図るため、本社を、世田谷区玉川、二子玉川の二子玉川ライズにある、新社屋、楽天クリムゾンハウスの地上2階から27階、 隣接する楽天リムゾンハウスアネックスの3階4階も占有に順次移転し、9月下旬に一部の関係会社を除きおおむね移転完了。2003年10月に本社を港区の六本木ヒルズモリタワーに移転したが、業務拡大による人員増大と拠点分散を解消するために品川シーサイドフォレスト内に2006年9月から2007年8月にかけて、 本社の移転を行った。ビルには楽天が退去するまで、楽天タワーと名付けられていた。地上23階建て、延べ床面積3696メートル。なお、最寄り駅となる、東京臨海高速鉄道臨海線、品川シーサイド駅の表示板の傍らには、2007年8月1日から2015年7月31日まで、副名称、楽天タワー前や、 楽天マークの表示板が掲示されていた。2015年3月現在、国内に17カ所の死者を設置している。死者は、楽天市場及び、楽天トラベルのサポート強化を目的としている。アジア、ヨーロッパ、南北アメリカ、オセアニアにおいて、事業展開している、下記、海外市会社を参照。他社のサービスを買収することで事業を拡大していった、ため、 提供するサービス名が統一されていない状態が続いていたので楽天ブランドへの一体化を進めている。また2006年から楽天の文字の真ん中に赤丸に白抜きの R を組み合わせた佐藤柏によるデザインのロゴに統一していった。同時にファックスシートや封筒等の社内書類も佐藤柏デザインのものを導入していた。2018年7月2日からは 漢字の1をモチーフにデザインされたコーポレートロゴに一新され、楽天カードや楽天生命保険などのグループ会社のコーポレートロゴや楽天市場などのサービスロゴも順次新ロゴへ切り替わっている。創業以来の EC 事業と M&A や業務提携を近年積極的に行っている。売上の約4割を占める金融関連の事業が中核になってきており、 本業が、金融会社の色合いが強くなってきている。また、多額の有利子負債を抱える。楽天は2006年5月に発表された、平成18年度第1四半期の連結決算では、ネット市場などの EC 事業カンパニーの売り上げが、前期比84.4%増の127億に、0円であり、収益向上の理由として利用料の変更とカード、 決済サービスを上げている。一方で、2006年1月から3月現在の、新規出店数は1460店、退店数は836店、全体1578店の5%と発表している。前期の新規出店数2126店、退店数802店と比べて、店舗数は減少しているが利益は増加している。この原因として、 2006年6月28日のザックザックの分析では2002年に基本料金に加え100万円以上の売上やメール配信数に応じて超過料金を徴収する重量課金制度を導入したことにより店の支払いを今までより一気に5倍に増やしたことに加えて2006年に売上100万円までに対して約4%の システム利用料を課金する制度に改定されて、店側の負担がさらに増えた、これまで量だったことにあるとしている。楽天グループは、新卒雇用社員の新人研修において、家族、親族、知人、友人を勧誘して、クレジットカードに入会させるという課題を設定している。この勧誘によって入会した者の個人情報には、紹介者 ID が復帰され、 新卒の誰を経由して入会したかを社が把握できるようになっている。2012年7月より社内公用語の英語化を実施しているが、成果及び高評価とともに弊害も報じられている。2016年7月より社内規定上の配偶者の定義を改定し、同性パートナーを含むものとすることとした。楽天の従業員は同性同士であっても、 パートナーの両者及び第三者の承認による署名が記載れた会社指定の書類を提出し受理されれば配偶者を持つ従業員が対象とされる福利構成を受けられる。最近は楽天市場で買ったものを家ではなくロッカーで受け取ることができる。帰宅途中や観光中でもロッカーに商品が届くので受け取ることができる。会社概要に主な連結主会社。 主な持ち分法適用関連会社の記載がある。なお、中国では、ロッテは、楽天、カタイアザ、ハタイアザ、ピンインと表記されるが、東行の楽天株式会社と関係がない。2005年7月23日に3万6千件の個人情報漏洩事件が発生し、楽天は出店店舗からの情報漏洩と発表。同年10月27日、 出店店舗の元社員が店舗に付与された ID とパスワードを使用し、不正アクセスを行い、その際に盗み出した個人情報を名簿業者に売ったとして逮捕された。楽天はこの事件を受け、三木谷会長自らセキュリティ本部長となり、店舗がクレジットカード番号、メールアドレスを閲覧できなくなるとする対策を発表した。その後、 2006年2月までの暫定処置として、一定店舗にクレジットカード情報取得を許可するとし、後にその期限を延長するとともに、2006年9月末頃までに、全店舗クレジットカード情報を非表示化すると説明した。しかし、2009年6月現在も、上、新電機などの企業旧社に対し、クレジットカード情報を1件10円で提供している。また、 一定の店舗に対し、メールアドレス情報の優勝ダウンロードも認めている。楽天は、このダウンロードについて、審査、正当な理由に基づいており、個人情報保護方針は遵守しているとする。また、ニュースサイト、ギガジネによれば、楽天の店舗が、楽天からの注文確認メールの CC 送信及び、店舗お客様情報検索画面からの取得閲覧が可能であるとされる。 上記に関連して、楽天市場だけで使っていたアドレスに、宛名に本名が記された迷惑メールが大量に届いているという。それに対して、楽天広報室は、出店者に提供したアドレスが流用されたと、う事実は確認していない。迷惑メールがなぜ届いているかについては調査中、としている。三木谷社長はこの問題について、クレジットカード情報を渡す旧社については、 規約で、この店舗は特別だから、カード情報を渡しますと書いており、メールアドレス1件10円はあくまでシステム資料であり、独占禁止法との問題から、メールアドレスを渡さないということについては、実現していないと述べた。2004年11月2日16時頃の、オーナー会議で、プロ野球、楽天の新規参入が決定したが、オーナー会議の結果発表前の同日未明に、 球団ロゴ、プロ野球参入決定セール、タオ監督の球界参入にあたってのメッセージなど、新球団に関するページが公開されていた。その後一旦削除され、正式に加入が認められた際に、改めて公開されたことが報じられた。楽天ブログとインフォーシークは、ドリコム開発の広告システム、楽天アド 4U を利用する。これは、 利用者に有用な広告を提供するため、ウェブブラウザの欠陥を利用した特殊なプログラムを、ブラザ上で動作させるものである。それにより、通常では読み取れない利用者の閲覧履歴を、プログラム上で取得し、利用者の興味の高い分野を解析する。本システムは、2008年11月現在、特許出願中である。2012年7月19日に、 楽天から発売された電子ブックリーダーコボタッチは発売日から4日間クライアントアプリケーション及びネットワーク帯域の不備によってアクティベーションができない状態が続いたその際期待を裏切られたなど星1つレビューが殺到し楽天は史上初めてレビューを非表示としたなお楽天側からは担当役員による混乱を避けるため 一旦状況を正常化させていただいてから、レビューを再開したいと考えています。レビューを非表示にしたのは緊急の一時的な措置で、投稿されたレビューの削除は考えていません。ほぼタッチは大変インパクトの大きい商品。そのインパクトの大きさから特例中の特例として、今回はやむを得ず、非表示にしました。レビューを非表示にしたのは、楽天史上初ですとの説明があった。 しかし、一方では、三木谷社長自ら、ネガティブな口コミはご情報だから消し、内容を吟味して、再掲載するという評価の操作を行う、胸のコメントも残している。電子書籍ほぼの書籍点数が少ないという指摘に対して、三木谷社長と担当役員は2012年7月27日に、7月中に、必ず3万点を揃える、8月末までに、 約6万冊を実現すると説明してたが、実際に3万点を超えたのは2012年8月27日、6万点を超えたのは2012年9月24日であった。2012年10月、消費者庁は、掲載書籍数の古代表示に対して、景品表示法における有料5人に該当する恐れがあるとして、口頭で行政指導を行い、楽天は、 真摯に受け止めるとと発表した。電子書籍コボにおいて、2012年9月18日に、ウィキペディア日本語版に掲載されている作家の人物記事342点をコピー、加工した上で、著者、発行元とも、ウィキペディアの名義で、DRM 付きで無配信された。DRM 付き配信は、クリエイティブコモンズのライセンス違反に当たると指摘され、 その後 DRM フリーにしたものが配信された。2012年10月、電子書籍リーダーボー楽天カードのプレミアム会員に対して、会員様プレゼントの名目で突然郵送した。これに対して、ツイッターでは驚きの声が上がった。2013年3月、生鮮食品配送を販売するサービス、楽天マートのエリアを拡大したが、 想定以上に受注が生じたことで、商品調達及び配送が滞り、注文者との連絡にも問題があったと報じられた。プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルスの日本一を記念した楽天市場の優勝セールにおいて、一部の店舗で割引の根拠となる通常価格を高めに表示する不当表示がなされていた。この件について楽天は2013年11月7日、 時点で問題視される商品が約20店舗1000店に上ることを明らかにしている。なお、不当表示を行った業者に対する厳罰を望む声とともに、そもそも77%オフという大幅な割引キャンペーンを一律的に実施することに無理があったのではないかと評する報道もある。また、優勝セール以前に実施された楽天スーパーセールにおいても、 二重価格表示が横行していたと報じられている。楽天は当初、この二十店舗は楽天の審査を経ずに勝手に優勝セール表示をしていたと発表したが、そのうち三店舗は楽天が価格チェック済みの正式な優勝セールだったと訂正を行った。勝手にセールを行っていた17店舗は1、ヶ月間のサービス停止処分が下されたが、当初より問題となっていた。 卸元で2365円なのに、元値1 12000円のシュークリームを売っていた店舗を含む3店舗、手続き上問題がなかったため何の処分も下されなかった。店舗側から楽天自体がこのような表示方法を指導していたとの声が上がるが、楽天はその疑惑に対して当初関与していないとしていた。後に楽天は社員18人が出店店舗に対して、 元値を釣り上げて安く見せる不当価格表示を提案していたと発表し謝罪会見を行った。2014年3月、楽天側が出店者に対して参考価格偽装を支持していたと報じられた。楽天は全出店店舗対象の調査をしたが調査手法に監視疑問が報じられている。楽天で出店しているとスーパーセール等で 楽天の EC コンサルタントから高い割引率の商品の出品要請を受けることがある。この際に出店者が楽天の EC コンサルタントより低価を倍額にすれいいと実際にはありもしない値段を付けて客に半額と思わせる手法を指示されたスーパーセール参加に必要な楽天の審査は高価格販売のダミーページ作成等でパスすると指南されたと報じられた。 不当二重価格表示問題に関する調査の結果、楽天は2010年以前から2013年にかけて従業員の関与を認めたが、組織的な提案ではないと判断した。2014年4月、消費者庁は不当な二重価格表示について、景品表示法における不当表示に該当する恐れがあるとして、再発防止を文書で要請し、楽天は真摯に受け止め、 再発防止策に取り組み等と発表した。その後、通販新聞が5月中旬に実施した調査では、楽天による調査結果を上回る規模で社員による不投表示提案があったと報じられている。2014年4月末で楽天市場における芸肉及びイルカ肉の取り扱いをやめた。楽天は2014年4月1日に芸肉の出品を4月末までにやめる。 要出店者に要請、禁止商材リストに、クジラやイルカの部位を使った製品を追加した。クジラ加工品の出品禁止について、楽天は国際司法裁判所の裁定を踏まえたとしている。一方で、背景に、反捕鯨団体や環境保護団体の非難があるという推測もある。楽天市場において、第三者の権利を侵害する商品等が販売され、 報じられたことがある。2012年2月、出版チャップス商標権侵害訴訟において、取引場所の提供者としての楽天の責任を認める判決が下った。2014年6月6、17付けお米部門で、楽天ランキングで8位、9位、15位に入り、楽天市場ブレンド米ランキング連続1位、獲得したお米のライズで販売されていた。 国産10割表示の商品にいて実際には中国産の米が混ぜられていたことが京都府警が民間企業に鑑定委託した結果明らかになった。京都府警と福井県警は株式会社、ライズの本社や社長宅を不正競争防止法違反で家宅作し、米の入手経路や流通量を調査している。大阪市北区内のコンピュータシステム関連会社が 楽天市場に出店した店舗に依頼され、口コミ評価を釣り上げる目的で架空投稿を繰り返した。この影響で楽天側は、公正なサービスを提供できなくなったなどとして、システム会社に対し、本来得られていたはずの広告料収入の支払いを求め、大阪地方裁判所に2015年3月に訴訟を起こし、その後2015年10月12日付で、 業者が不正投稿を認めた上で楽天に対し和解金1、0円を支払う一方、楽天側が業者の刑事責任を求めない内容で同地裁で和解が成立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。